毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。政府与党は、来年3月の大統領選挙に勝利するために、ものすごいことをやろうとしています。それがメディア規制法です。メディアを対象に懲罰的損害賠償規定を導入するなど、かなりヤバいことを盛り込んだ法案を通そうとしているんです。勝利のためには、なりふり構っていられないみたいですね。ニュースの詳細。与党民主党が野党の反対にもかかわらず言論規制法を強行処理するために事前対策会議を開いたことが確認された。野党の反発に対抗して予行演習をしたわけだ。表面的には野党との協議を強調しているが、実際は議席数を前面に押し出して強行処理を試みることを示唆したものだ。これに先立ち民主党は賃貸借3項、公訴訴設立法、損失保障法などを野党の反対にもかかわらず強行処理し、立法独走という非難を浴びたことがある。民主党によると、文化体育観光委員会所属の与党議員は3日非公開懇談会を開き、言論規制法について野党の反論に対抗できる再反論を準備したという。この席には今ウニョン議員を除く全員が集まったという。文体委関係者は、言論と野党が言論仲裁法を狙って批判することに対する反論を準備したと説明した。文体委所属の与党議員のこのような事前準備は、民主党指導部が来年3月の大統領選挙を控え、検察改革に続き言論改革を今年下半期の最大議題に設定し、常任議員を激励しているためだ。言論団体や学会などの相次ぐ違反に対抗して、民主党文体委員が準備中の反論の用紙は、言論規制法がむしろ記者を保護する法だということだ。文体委関係者は、既存にも批判報道を阻むための訴訟が続いたのではないかとし、訴訟要件を制限して賠償額を具体化したのが今回の改正案の核心だと強調した。公職者及び経済権力者対象の訴訟要件を厳格にし、記者個人に対する訴訟を防いだという説明だ。しかし、現職記者や放送界では、法の現実性に欠け、資格地帯が多く、言論の自由が損なわれるという憂慮を表明している。実際、現場の記者やメディア団体は、メディアを対象に懲罰的損害賠償規定を導入したのは、海外でも例のないことだが、これが、なぜ、記者を保護する法になるのか、と反発している。むしろ、来年の大統領選挙を控えて、不利なマスコミ報道に靴輪をはめようとする思惑だというのが、マスコミ界の共通した認識だ。とのことです。あかん。隣国政府与党は、言論仲裁及び被害救済などに関する改正案という改正案を準備して、国会で決議しようとしています。もともと、言論仲裁及び被害救済法は、メディア報道で何らかの被害に遭った人を救済しようという趣旨で作られた法律です。しかし、改正案では、報道によって侵害があったという訴えがあれば、新たに設置される言論仲裁委員会という委員会に持ち込まれて、そこで損害の認定をするという流れにしようとしています。この仲裁委員会の公平性は担保されていなくて、恣意的に判断を下すことができるんです。要するに、この法律は、実質、言論を審査する機関を設置する法律なんです。だから、隣国内では、メディア規制法と呼ばれています。この改正案に、メディアが対応不可能な条項を盛り込んでいるので、メディア報道が萎縮する可能性が大いにあります。他にも、言論仲裁委員会の構成員、裁判官資格者、弁護士資格者、マスコミ従事者の割合を削減して、代わりに息のかかった市民団体を送り込もうとしています。この言論仲裁委員会の委員を固めておけば、恣意的にメディアの報道を管理できるという、ものすごい法律なんです。経済政策は、失策続きでうまくいったことが一度もないのですが、こういった政治絡みの法律には頭が回るみたいですね。ほんで、左派政権の思うように委員会を操ろうという意図が透けるどころか見え見えなので、メディアは必死になって抵抗しています。メディア報道を萎縮させて自分たちにとって都合の悪い報道を封じ込める、このとんでもない考えを具体的に実行するなんて、
中国共産党と何ら変わりはありません。中共が香港メディアアップルデイリーを廃刊に追い込んだように、政権に不利な報道をする会社は潰されることになりそうですね。このとんでもない改正案に対して、さすがに韓国メディアだけではなく放送界からも、今すぐ改正案を通過させようとする動きを止めろという声が上がっています。しかし、その程度の抵抗でひるむ人たちではありません。この法律を利用すれば、政府に都合の悪い報道があったら、誰かに損害を受けましたと訴え出るように仕向け、言論仲裁委員会で損害を認定する。その結果、メディアは萎縮して政府に不利なことは言えなくなるというオチです。政府与党は何が何でもこれを通す構えで、強行採決のリハーサルまでやっています。早くこの法律を通して、次期大統領選挙においてマスコミからの批判を抑えるのに使いたいという下心がもろ見えです。非難を恐れているみたいですが、逆に言えばそれだけのことをやってきたということです。改正案の採決は8月25日に行われる予定です。ちなみに、次期大統領候補として支持率ナンバーワンと言われているイ・ジェミョンキョンギド知事は、メディアという名前で事実を故意、あるいは悪意を持って歪曲し、流布することに対しては必ず制裁しなければならない。懲罰的損害賠償の金額が5倍では弱い。故意、悪意あるフェイクニュースを流すマスコミを滅ぼさなければならないと、とんでもないことを主張しています。メディア規制法は、一時の勝利によって、さらに強化されるんじゃないかなって思います。こちらが韓国の反応です。次の選挙では、逆に、野党が180議席以上を獲得して、民主党によって改正された法律を元に戻しましょう。言論の自由は民主主義の根幹です。言論弾圧は国民の抵抗を招き、民主党政権の没落につながるでしょう。言論弾圧をした国は、その後、例外なく滅亡している。来年の大統領選挙で勝つための準備を今から始めている。今が国家の非常事態ということを知らないのですか？国民は生きるために必死で耐えているのに、規制を強化してマスコミの口まで塞ごうとしている。独裁主義の幻想に陥ってしまった。中国を真似したところで失敗の2文字しか見えない。立法の手続きで独走をせず、ちゃんと野党と話し合って決めてください。徐々に共産主義思想に飲み込まれている。法律より人間の道徳性が問題です。政権与党の議席数と野党の議席数が似ていてこそ、お互いに牽制できる。180議席以上を単独で確保するから、調子に乗って共産党の真似事をするのだ。以上が国民の反応です。ろうそく革命と呼ばれている政権転覆劇によって誕生したムンジェイン政権。ろうそく革命は市民に政治を取り戻す市民革命という話なのですが、市民革命によって誕生した政権が報道の自由を制限する、国家全体でコントをするというのはダイナミックで面白いですね。最後まで見てくれてありがとうございます。